万の祈りができたことを光栄に思います。今日受けたすべての恵みに感謝することができました。忙しい日々を送るからこそ、神の贈り物である命を尊く感じるんですよ。あら、凱孟神父の受け売りですか。神父が神から授かった言葉は、神を信じる者すべての共通語です。聞いて理解した以上、それは私の言葉でもあるんです。ごめんなさい、からかってしまって。心に響きましたよ、マザーフィオナ。マザそんな大それた敬称、私にはまだ。あなたに神のご加護があらんことを。マザー・フィオナ。マザー指導的立場のシスターに与えられる名誉じゃないですか。おっと、いつまでもこうしてはいられませんね。預かったお金を事務所に置いてこないと。シスターさん、仕事の達成感で浮かれてたんですか。ちょろすぎっすよ、フィオナさん。恒例の集金チェックのお時間でーす。いくらくらい入ってんのかなーっと。何を考えてるんですか。袋を開けてはいけません。あー、しょっぺー、偉そうなごたく並べといてこんだけかよ。キャバとか無理無理、絶望的。立ち飲み屋が限界じゃね。返してください。おっと、危ねえ。へい、パスパス。シスコさん、ヘロヘロじゃん。もう限界。もう本当にいい加減にしてください。
この勝負は俺らの勝ちってことで、上品としてこれはいただいちゃいますよ。勝ち誇ってはなりません！主もおっしゃっているではないですか！そんな怒んないでよ、フィオナさん。この金、すげえ大事に有効活用する。飲みとか、女とかにちゃんと使う。この気持ちだけは揺るぎねえから。バカ言わないでください。私は認めません。献金は神への感謝の印。感謝は自分へ返ってくるものなんです。あ、立つの？フィオナさん立っちゃう？頑張れ、頑張れ！幹久くん、ホームに行ってたんじゃ。ちょっと、大丈夫ですか？平気だよ。ミキサ君、何が気に障ったか教えてくんない？ああ、さえずってんなよ。こんなとこで女とじゃれてる姿がうぜえんだっつうの。同じ目に合わせてやるから一列に並べ。あ、遅れたやつ二発な。何ですかこれは。ありえないでしょ。暴力を振るうのも最低ですが、仲間に対して行うなんて理解を超えています。ああ、献金袋ありがとうございます。じゃなくてですね。並んだか。安心しろ。朝飯ぶちまくてもシスターの仕事が増えるだけだからよ。ミキッサさん、の行為は確かに行き過ぎたいたずらでした。あなたは監督する立場にあるのかもしれません。ですがここまですることないでしょ。口で言ってわからない人にはわかるまで根気よく続ければいい。拳を振り下ろしても下がるのは自分の留飲だけです。相手のことを真摯に考えた行動ではありません。ジジイが全く同じこと言ってたな。私の言葉ですって。私が聞いて、私が噛み砕いて、私が蓄えた、
私のオリジナルフレーズです。どっちでも関係ねえ。俺は別に弱虫どもを教育してんじゃねえ。何があなたを駆り立てるんですか？気分。殴りたいとき、殴りたいもんを思いっきり殴る。そんな気分。仲間を暴力で屈服させていたら、誰もついてこなくなる。あなたは確実に、一人ぼっちになってしまう。うるせえ。黙れよ。俺はおめえでもいいんだ。この椅子みてえに蹴り飛ばされてえか。私の雑務スキルにかかればざっとこんなものですが。おい、壊れるまで蹴ってもいいんだぞ。椅子も机も壁も、てめえの挑発的な面も。構いませんよ。修繕も使徒職のうちです。必ず直します。私に殴る蹴るの暴行を加えたいのなら、そちらもご自由に。あなたの気が晴れるなら問題は解決ですね。さあ、どこからでもどうぞ。私は恐怖を克服できないので、目を閉じて祈ることにしますよ。あの、ミッキー君、意見するわけじゃないけど、相手は女だよ。俺は老若男女問わず平等なんだよ。じじい。国会室で許しの指摘を終えて戻ってみれば、このありさまですか。事故を探り、道を歩み、導きを望む。意味がわかるまで外で教えましょう。神聖な神の御前で、これ以上の非礼はお控え願いたい。拳が汚れる。君たちは空を知らない雛鳥です。泊まり木の用意は私にもできますが、大空に夢を抱いて羽ばたけるかは個々人の問題なのです。勘違いすんなよ。たまり場にちょうどいいからオンボロ協会使ってやってんだろうが。てめえの指図は受けねえ。謝りなさい。じじ、今なんつった。
感情のままに暴れたことを恥じなさい。シスターフィオナに謝るのです。神父様、いいんです。私が余計な口出ししたせいでエスカレートした気もしますし。フィオナ、ジジイ、37564だ。シスターフィオナ、可能ならば通訳をお願いしても。ダイモン神父、神の奇跡です。ミキッサさんは私たちにこう言いたいようです。さあ和むよっと。なるほど、素直に謝ることはできずとも場の空気を改善したい気持ちはあるようですね。回りくどいですが彼なりの誠意は伝わりました。神の名のもとに、さあ和むよ。彼を許しましょう、神父様。ダメだこいつら。おっかねえ、ミキーサ君荒れてたな。意味わかんねえっての。男の生理って怖いわ、ほんと。笑ってんなよ、俺は実害被ったっての。フィオナちゃんもごめんね、さっきは調子乗りすぎたわ。あんたが困ってる顔が見たくってついね。他人の不幸の味をすするのは悪魔の所業ですよ。祈りの時間を増やすべきだと思いませんか、神父様。彼らは困っている人を笑いたかったのではなく、君の反応を見たかったのですよ。この言葉の違いが分かりませんか。神父様、どちらにしろ愚かなことです。あまり男心を分かってはいないようですね。神父様、いきなりですが私の提案を聞いてください。明日自警団全員を集めた愛参会を開いてみてはどうでしょう。お互いの功績を称え合い、和を意識し感謝を知る、支え合う心を意識してもらう重要な機会になること間違いなしです。素晴らしいですね、シスターフィオナ。鼻息が少し荒いのが気になりますが。狼も食べて和めば子犬だね。交流の場を設けることで結束力を高める目論みです。確かに食卓を囲めば自然と心も豊かになります。構いませんよ、あなたの使徒職をおろそかにせず一人で準備を進めるという心意気に感心しました。うん、一人でですよね。神父様は手伝ってくれませんよね。この流れからすると俺らフィオナちゃんの手料理が食えるのか。ミルクはシスターのおっぱいを直でチュパチュパ吸いたいです。それが無理でも絞りたてのフィオナ汁おかわりしたいです。あ、私は見習いとはいえ神に仕える低血の身ですよ。あ、いや、そういう話か今の。妊娠もしていないのに母乳は出ませんよ。
揉んだり吸ったりいくら刺激しても出ないものは出ないんです。やばい、俺なんか想像してたらムラムラしてきたわ。ホームで女探そうぜ。とにかく行動です。行動しなければ何も始まりません。困った人を見かけたら救いの手を差し伸べるのを忘れないように。君たちに神のご加護があらんことを。あらんことを。彼らは不器用ですが、本当はシスターフィオナのことを心よく思っているのですよ。え？そんな風には見えませんけど。掃除の邪魔はするし、お祈りはバカにするし。シスターフィオナ、君が来てから教会の空気は変わった。彼らは変化する自分たちに戸惑っているだけです。些細なことが更生のきっかけにつながる。君をシスターとして受け入れてよかった。ありがとうございます、ガイモン神父。ですが、私は至って普通です。期待されるほどの人間じゃありませんよ。